皆さんこんにちは、かげたです。今回はね、巨大コウモリの鬼子肉テリスをね、テーマしていきたいなと思います。はい、それじゃあね、早速目つけてるやつがいるんで、そちらに向かいましょう。といってもここなんですけどね。はい、場所はクリスタルアイルズのここです。ここら辺です。ここにね、います。で、目つけてるやつがちょっと進むといない。どこ行った？いました、いました。あちらです。オニコニクテリスレベル135、綺麗な桜色のコウモリです。今回こちらをテーマしていけたらなと思います。それじゃあね、早速行きましょうか。で、罠を使います。はい、オニコニクテリスって手渡しテーマなので、ちょっと罠を使わないといけないんですよね。なので、ちょうどいいところに、なんか変なところがあったんで、ここに作りましょう、罠。それじゃあ、早速作ります。まあ、正直、オニコニクテリスの罠がちょっとよくわかんなかったんで、とりあえずね、適当にパパーっと作っちゃいます。はい、できました。とりあえずこんな感じで、あとは内側、あ、これ内側にできないんだっけ。うん、無理そうだからいいや。で、なんとなく階段つけて OK。 それじゃあ行きましょうか。ちょうど近くに来てるな。こんにちは。よし、来たな。へい、私はここだ。よし、で、閉じる。これで OK だな。で、今敵対してるから手渡しはできないので、まあこの間にね、ちょっと餌の準備をしましょうか。はい、餌、はい、こちらです。まあコウモリは肉食なんでね、肉が大好物なんで、で、キブルもあるんですけど、なんかキブルだとテイム効果が下がるらしいんですよね。なんかバグかなんかで。なのでね、羊肉を使ってやります。失礼しまーす。一旦敵対を解くために描写範囲外に行きます。よし、行ったな。これで敵対が取れたんで、そしたらね、まあ普通に言ったらコウモリに気づかれるので、そのためにはね、こちらの防虫剤、こいつコウモリのくせに防虫剤が効くんですよね。なんでこれをやりつつ、これで手渡ししていく、行こう。まあ普段オニコニクテリスって洞窟にいるんですけど、アイルズではね、普通にここら辺飛んでるんで、やりやすいです。こんにちは。今一瞬表示出た。くそ、あっ、あらー難しいな。あ、気づかれたのか。あー、なかなかシビアだな。気づかれたらまた描写外に行く。ちょっと外出たんだけど、あれだな、描写外行くのもちょっと一苦労だな。マジか、お前トラップよりも描写外、描写が長いのか。
マジか、それは厄介だな。とりあえず一回わざと気づかれるか。飛び道具持ってきてね。クソ。防虫剤のせいでちょっと気づかれにくくなってる。うわ、防虫剤のせいか、すぐ負けるようになっちゃった。これはなかなか難しいな。オニコニクテリスって着地しないんで、ずっと飛んでるんですよね。なので、誘導がほんとしんどい。よし。とりあえず閉じ込めたけど、一旦敵対切れるかな。とりあえずもう一回、今度は高速で描写範囲外に行け。よし、 OK だ。あ、いける。あら、よし、一個食った。おお！ちょっと待って、ごめんなさい、変な声出ました。ちょっと、びっくりした。あぶね、突然のアラネオモーフスやめてくれ。めちゃくちゃびっくりしたわ。295、お前めっちゃレベル高えな。今まで見てきた中で一番レベル高えぞ、お前。びっくりした。ああ、これバレてんのか。ちょっと待って、今の確実に抜け出したでしょう。なんで描写が長いのこれ。あ、でも抜け出してないわ。お前急に描写範囲内長くなってない？もう敵対したまんまだし。手渡しすると一気に描写範囲が長くなるタイプか、お前。いや、意味わかんねえんだけど、それも。それはそれで意味がわかんねえんだけど。ほら、やっぱり描写範囲が長くなってる。絶対今出てると思うんだけど。うわ、これ抜け出してる。マジか、難しいな。ちょっとどこ行くの。ちょ、待て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 、落ち着け。サンタさんが到来しました。でも今はお前に構ってる暇はない。ほっ、あら、て、強っ。また罠に誘導しないとな。どこ行くんだ、どこ行くんだお前。ちょ、いや、やめてくれよ、もう。こう挙動不審な動きすんな。あー、もうなんかめっちゃ遠く行っちゃうし、お前が分かんねえよ、もう。で、攻撃できないし、テーム中だから、テーム中だから攻撃もできないし。うーわ、なんなんこいつ。
こんなめんどくせえやつだったんだお前。いやお前敵対状態なのかよまだ。どうしよう。だからその U ターンなんなの。やめて U ターン。よし、再び閉じ込めた。一回一回防虫剤切れないとまともに敵対してくんねえからな。いやーもうやっぱダメだもんこいつ。どうすりゃいいんだろう。じゃあ今の状態いけるか。敵対してるのかな。もうわかんねえ。あんまり防虫剤も持ってきてないから。せめてあと2回食えば終わりなんだよこいつ。いやお前自主的に行こうとしてんの。あ、やっぱお前敵対してんのか。その行動はもうよくわかんねえわ。ドア作ったところで描写範囲外に行っても結局こいつは抜けるし、どうすればいいんだ。プラン2行くぞ。プラン2、ボーラ。まずボーラをやります。くらえ。効かないんかい。プラン2終了です。くそ。プラン2が、プラン2はボーラを当てている間に、もうやだ。ボーラ当ててる間にこう逃げて描写範囲外に行って戻るっていう方法だったんですけど、テイム効果ゼロになっちゃったよ。あのさ、むずくないこれ。俺の今までで一番最難関なんだが、全然テイムできる未来が見えない。もうテイム効果関係なしにキブルでぶち込んでやろうかな。キブルなら一発だろう多分。知らんけど。その前にお前敵対してるしな。おお、やっぱり描写は違うんだ。手渡しした時と、手渡ししている時と手渡ししていない時じゃ描写範囲外がやっぱ違うんだ。じゃこれでいけるか。0.2。0.2 ですって奥さん。これダメみたいですね。ちょっと待ってくれよ。特急キブルで 0.2 ってどういうことやねん。あれかダメなやつだっけ。そうだ、テイム効果じゃなくて、そうだ、あれも下がるんだ。ああ、ほらやっぱ描写範囲外、描写範囲がめっちゃ長くなってる。手渡ししたから。もうやだお前。これは諦めなきゃいけないぽいかな。いやお前海まで来んのびっくりした。何それ、なんでお前海の中泳いでんの。意味わかんねえ。はい、海から上がってきた。あれ、ああ、今日は恐竜病にかかった。狂犬病なんだ。
お前犬じゃねえだろ。犬じゃねえだろお前は。でそうだ、お前追従させたから降りてきて。死んじゃう、死んじゃうから。スタミナがつらい。もうここで俺肉食に絡まれたらどうするんだよ。死んじゃうよマジで。もスタミナも減少するし、飛行機今通ってるし。なんで飛行機通ってんだよ。俺の家飛行機通りすぎなんだよ。よし、与えたぞ1個。あと2個。もうこのまま行こう。もう罠なんて使わなくてよかったんだ。こういう風にもう無理やり頑張ってテイムする、これが一番なんだろうな。ほら持ってきたい、溶けた。あれだな、罠使わない方がいいってことが分かりましたね。うん、あーくー、うん、戻ってきた。ひどい目にあったわ。よし、ゲイ2個目与えたぞ。あと1個。はい、2回目のサンタさん到来。よし、オッケー、切った。やったー、ようやくテイムしたよ。もうレベル197か。くそー、結構桜色が綺麗だったのに。よし、オッケー、帰るぞ。あぶな、はまったかと思った。はい、というわけでね、無事オニコニクテリスをね、テイムできたということで、早速性能紹介やっていきましょう。いけ。で、色がね、桜色でね、綺麗なんですよ。うん。やっべ、俺線香花火持ってくんの忘れたわ。まあ、色はこんな感じです。ステータスは、体力1600の攻撃力335。ほんほん、なるほど。というわけで早速お前には戦闘してもらう。じゃあ手始めに堂々行くか。行け。あー、78、なかなかじゃない。ああ食えねえのか。そう、オニコニクテリスってね、着地できないんですよね。着地できないので、こういうの苦手なのかな。じゃあ亀いけ。いけ、頑張れ。117、強いな。あれか、さっきの堂々メイトブーストかかってたのか。すげえな、素で117ってなかなかやるな。二人がかりは卑怯なんじゃないでしょうか。135、なかなか強いな。
まあいける、亀ごとき。でも亀って意外と HP 高いんだよな。なんかあった時のための援軍用意しとくか。よし、ナイス。まず1体倒したな。で、体力まだ920ぐらいあるんで、大丈夫そうだな。さすがコウモリ。普通に強いな。よし、ナイス。オッケー、お疲れさん。とまあこんな感じでなかなか強いんですよね、コウモリって。まあなかなか削られたな、お前。大丈夫か。何今の。今着地しようとしたんだな、おそらく。まあでもご覧の通りね、この子は着地ができないんですよ。ずーっと浮いてるだけっていう感じですね。で、この子はメス。うん。あの前の大型アップデートでね、虫たちと共にこのコウモリもね、ブリーディングが可能になったんですよ。まあ、なので今回ちょっとうまくいけばオスメステイムしていこうかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと一匹にだいぶ手こずっちゃったんでね、うん、こんな難しいとは思わんかったから、まあなんならもうしばらくテイムしないわこれ。テイムしないわこいつしばらく。本当にめっちゃ時間かかったから、やっぱ難しかったなこいつ。こんな難しいとは思わんかった。でね、こいつなんか騎乗するにはサドルを装備させてくださいって言ってるんですけど、こいつにサドルなんてないんですよ。うん、サドルがないのにこんな表示が出るっていう、ちょっとおかしな子です。はい。ここにサドル欄とかないしね。うん。で、こいつ意外と強いから洞窟探索に意外といけんのかな。なかなかでかくない、お前。だよな、お前でっけえよな。でっかいから洞窟探索こいつ連れてくんだったらまだハゲワシの方が良さそうかな。うん、乗れたらいいんだけどな。乗らせてくれよ。はい、というわけでね、今回は無事オニコニクテリスをねテイムしました。うん、まあだいぶ苦戦しましたが無事テイムできてよかったです。はい。まあこいつはまあ拠点のマスコットとして一生を過ごしてもらいたいなと思います。うん。はい、というわけでね、今回は以上にしたいなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。